これまで原子炉注水システムの状況につきましては、報告書等でご説明させていただいておりますけれども、現場のからの映像等の資料がまとまりましたので、本日改めてご紹介させていただければというふうに思っております。まず本日原子炉システム、原子炉の注水系のシステムに関しましてはご紹介させていただきますけれども、この原子炉系の注水システムは事故の収束におきまして原子炉の冷温停止を実現し維持するために重要な設備であるというふうに考えております。少しタンク類、ポンプ類、ホースの敷設状況、注水量の確認状況といった形でまとめておりますので、まず動画の方からご確認ください。ではスタートお願いします。まずバッファータンクは事務本館の東側のところに用意してあります。およそ1000トンの水量がございまして、こういった形でバッファータンクから取り出して注水ポンプの方に引き込まれていきます。これは後で説明しますけれども、バックアップ用の消防車になります。バッファータンクから出たホースは、少しホースが入り乱れておりますけれども、常用高台炉心注水ポンプユニットというところに導かれております。ちょっと止めてください。こちらの方には、ポンプが3台設置しておりまして、以前は1号機用、2号機用、3号機用ということで、それぞれポンプを設置しておりましたけれども、注水量を相当絞ってきたという関係がございまして、現在、真ん中のナンバー2ポンプで、1号機から3号機まで注水を行っている状況でございます。従いまして、ナンバー2のポンプが万一故障したというような場合には、ナンバー1、もしくはナンバー3のポンプを起動いたしまして、注水を継続するという状況になります。次お願いします。ポンプの周りではこういったメーカーの作業員の方ですとか、私どもが定期的にパトロールをしたり、メンテナンスを行っております。将来的にはもう少ししっかりした画台の上に載せるということも考えまして、現在こういった寸法の測定等を行っている状況になります。でこちらの方が隣にございます非常用の高台炉心注水ポンプになります。同じく1号機から3号機までそれぞれのポンプが3台用意してございますと、背景に赤い箱が見えますけれども、こちらの方がこの非常用ポンプに連続する非常電源になります。一方このポンプの隣には仮設放散水タンクというものを置いてありまして、万一再臨界というようなことになりましたら直ちに放散水を注入するという状況です。少し止めてください。でこちらの方は高台のポンプには常用の3台と非常用の3台がございますが、そちらのポンプがやはりすべて使えなくなったという場合に備えて原子炉注水用の予備の消防車を3台用意いたしております。こちらの方はそれぞれ、燃料の補給等も済ませておりまして、いつでも使える状況でございます。続きはお願いします。でこういったポンプ、それから消防車は右左上に GL プラス34メートルというふうに書いてございますが、海面からは34メートルの位置にございまして、万一大きな津波が押し寄せた場合でもここが冠水することはないという状況になっております。またホース類には必要に応じてこういった目印をつけておりまして、どのホースがどこに行っているかというようなことが分かるようになっています。こちらの方が高台注水ポンプの、ちょっと止めていただけますか、ポンプの並びでございまして、画面の右側が冒頭申し上げた常用系のポンプが3台並んでいるという状況で、こちらは送電線の方から電源を受けております。またこの送電線も複数の送電線から受けられるようになっておりまして、現在大熊線2号線から受電できておりますけれども、万一停電したというような場合には大熊線の3号線それから東北原子力線、夜の森線1号といった形で4系統から受電できるというような状況になっています。
また左側になりますが、非常用系のポンプとその真ん中にディーゼル発電機ということで、非常用のポンプに関しましては専用のディーゼル発電機から電源が供給できるというような形になっています。じゃあ次お願いします。でこういった形でバッファータンクから注水されるわけですけれども、もしバッファータンクが使えないというような場合には、予備のろ過水タンクがございます。8000キロリットルというふうに書いてございますが、8000トンのタンクが2基発電所の中には用意されております。それから止めていただけますか。その他水源といたしましては、原水地下タンクというところがございまして、こちらは容量としては970トンの水が貯められますけれども、こちらは富岡町にございます坂下ダムから水源を持っておりまして、そこから水が供給できるというような状況になっています。次お願いします。それがこちらから、ろ過水タンクからバッファータンクの方をの見通したというようなところになります。それからさらに、これらのポンプも使えないといった場合には、止めてください。路中水用のポンプと、もう一つ、純水タンクというのが別のルートで設置されています。こちらは、タービン建屋の脇にございますけれども、容量が2000トンのものが2基純水タンクとして用意しておりまして、その隣に路中水ポンプ、それから専用のディーゼル発電機ということで、年には年を入れてポンプが設置されています。この純水タンク脇の路中水ポンプは3台設置されています。次お願いします。でこちらがタービン建屋の方から高台注水ポンプのところを見たところでございますが、このように上りの傾斜になっておりまして、先ほどご説明したように34メートルの高さのところに注水ポンプ類は置いてあります。最後になりますが、実際に3号機のところの原子炉に入っていくところを、ご紹介いたします。これはタービン建屋の方から入っていくわけでございますが、こちらのところに流量計と赤い丸い弁の操作があります。ここは流量を調整するところです。ここの流量計で、調整を行っています。こういった形でポンプの流量と注水の圧力を日々確認して、安定的に注水できているかどうかというところを見ています。こちらは2種類でございますが、炉心スプレー系の流量ラインと給水系での注水ラインでございます。こういった流量計はウェブカメラを通して免震需要棟にございます、こういったパソコン上でも遠隔監視ができるようになっています。以上で映像の方を終了させていただきますけれども、引き続き私どもといたしましては、原子炉の注水に関しまして万全の体制で臨んでいきたいというふうに考えております。